それでは花火ご担当の岩野さんです。よろしくお願いします。岩野さん、あの花火ご担当ということなんですけれど もう最大の見せ場じゃないですか、花火って。いつもなんかテーマがあって、音楽があって花火があってっていう、この三部構成は変わりないんですよね。そうですね。それをじゃあ全部決められているのが、そのテーマによってこの花火を決められているのが岩野さんのお仕事ということですか。そうですね、あの提案をさせてもらって皆さんに納得いただければそれでやらせてもらうような格好です。でもこの納得ってなかなかこうないですよね、うん、まあ、皆さんの思えてるイメージっていうのを花火に表すっていうのって難しくないですか。そうですね、なかなか打ち上げてみないと皆さんにはご理解いただけないので、まあ、最初僕らがやらせてもらった頃は例えば映像でこんなイメージになりますというような伝えの仕方だったりとか、あと最近は、まあ、プログラム時間軸に応じてどんなのやりますということを口で説明しながらイメージしていただいて、で、まあ、作っていくような感じになってます。じゃあその大体何発ぐらい上げられるんですか。総数としては小さいものまで合わせて5000発ぐらい。5000発の一発一発のこう上がり具合みたいなものって大体分かるんですか。全てはまあ全て理解するのは難しいですね。僕らも毎回上げながら勉強して翌年に生かしてっていう繰り返しを続けながら成長していくところがあるので、あの8割方自分の理想通り、2割ぐらいは裏切られたりもしながら。あ、やっぱりそうなんですか。そうですね、あのやっぱり機械ではないので生の花火を実際に上げてみないとこう効果を全部確認できないというところがあるので、まあ難しいところですけれど、それが面白いところでもあるので勉強を続けていると思います。そうですか。じゃあ今回の見どころみたいなものを教えてください。今回の見どころは、やはりその3月に震災があって、震災を経験した芦屋の人たちが集まるお祭りがあって、一方では自粛ムードで、開催しないお祭りがあったりすると、その中で芦屋の人たちだからこそできることって何だろうかと、花火で本当に被災地の人たちの力になれることって何だろうかというところをずっと考え尽くして、企画に至ってます。具体的にはただ花火を見て芦屋の人たちが感動するというところだけでなくて、打ち上げる花火で皆さんから少しずつのお金を集めることができたりだとか、あとは東北の花火を実際に芦屋の地で打ち上げることができたりだとか、そういった直接的な支援の方法を花火を通じて実施していくというところに重点を置いています。もちろん感動的な花火をご覧いただくことで皆さんの日々の生きる活力にしてもらうというのは大事なことなんですけれど、それ以上に今年は被災地の人たちの支援になるようなことに挑戦するというところが花火の今回プログラムの柱になっています。はい、じゃあ岩野さん、はい、今の心境を一言。心境ですか。ですね、正直花火は、はい、火薬を使ってて危険なものなので、はい、十分な演出を施してみんなに期待してもらえるようなプランを立てたとしても、やっぱり事故とは紙一重のところでやるものですから、正直緊張してきたっていうのが本音です。そうですね、もう1ヶ月、ね、切ってますよね。そうですね、はい、楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします。